住んだもんなのだ。今回は助っ人外国人候補として名が上がっているジェイソン・オスラー選手について紹介していきたいと思うのだ。インスタグラムで中日をフォローしていたことから中日が獲得したのではないかと噂になっている助っ人。過去すでに2回も取り上げた選手だけど、改めて今回もう一度取り上げていくのだ。右投げ左打ちの大砲候補で三塁を守れるというところもポイントが高いのだ。メジャーリーグ通算10ホーマーと実績という意味ではそこまでだけど、メジャーリーグではそれなりに打っていた時期もある選手。果たして中日にはフィットする選手なのか、数字を見ながら考えていくのだ。早速やっていくのだ。オスラー選手は1993年9月6日生まれの現在31歳で、今が全盛期の選手となる、来季が31歳のシーズンと言えるので、うまくいったとして4年ほどが限界と言えるだろうか。年齢的にはこれから下降戦となっていく時期なので、伸びしろを期待することは難しい。右投げ左打ちの内野手で、三塁をメインポジションにしている。アマチュア時代はハイアベレージを記録する好打者だったが、プロ入り後は苦戦を見せた。2017年に打撃スタイルを変更したのか、突如マイナーで21ホーマーを放ってパワーが覚醒。2018年はダブル A とトリプル A で合わせて23本塁打を放つ活躍を見せており、一気に大砲として芽が出た。2021年、サンフランシスコ、ジャイアンツの参加パシフィックコーストリーグで打率295、さらに72試合で15本塁打を放つ活躍で無双し、メジャーリーグ昇格を果たした。メジャーリーグでは41試合に出場したものの、打率178得点、ただ3本塁打を放つなど爪痕は残したと言えるだろう。2022年はパシフィックコーストリーグで94試合に出場、打率242、18本塁打と前年よりも数字が落ちる結果となった。ただメジャーリーグでは36試合に出場し、打率265で4本塁打を放ち、WRC プラス128と平均以上の打棒を発揮した。2023年はシンシナティ・レッツで迎えることとなったが、こちらの参加インターナショナルリーグでは240ながら20ホーマーを放ち、パワー面でアピール。レッツでは20試合で起用されたものの、打率161と再び低迷してしまい、結果は残せなかった。2024年はシアトル・マリナーズへと移籍すると、傘下のパシフィックコーストリーグでは119試合で打率303、31ホーマーと暴れ回り、マイナーで無双。パシフィックコーストリーグで無双した一方、メジャーリーグでは10試合で起用されたものの打率179、さらに0本塁打とキャリアワーストの数字となった。マイナーでホームランを量産する大砲候補は NPB で活躍できるのかに注目していきたい。メジャーリーグ通算の BB パーセントは 7.64% となっていて、選球眼は特に優れるというわけでもなく平凡。 K パーセントは 29.17% と平均よりも三振が多く、空振りは避けられないタイプと言えるだろう。 BBK は 0.26 とアプローチ面については平均を下回る。ボールゾーンスイング率はメジャーリーグ通算で 29.7% と平均よりわずかに上といったところ。ボール球を振り回すようなリスクは低いが、かといって我慢させるということも難しい。ゾーン内のスイング率も 67.5% と平均程度で、選球眼が良いという印象はない。マイナーでは多くのフォアボールをもぎ取っているが、ハイレベルな投手相手にはなかなか適応できなかったと言える。またコンタクト率について見ていくと、ボールゾーンのコンタクト率は 44.6% と平均を大きく下回る。ストライクゾーンのコンタクト率に関しては 83.5% と平均程度には当たっており、最低限のコンタクトスキルはある。トリプル A の投手相手には平均程度にコンタクトできるものの、メジャーリーグの投手相手にはコンタクト率が大きく悪化しており、そこが課題だったと言える。まずまずの選球眼はあるものの、ボール球に手を出してカウントを悪くしてしまい、三振が増えるようなビジョンも見えてくる。メジャーリーグ通算のゴロフライ比率は 0.89 となっていて、とにかくフライを打つ技術に優れる。メジャーリーグではゴロフライ比率があまり安定していないが、トリプル A では安定して 0.7 台で推移していて、フライが非常に多い。ラインドライブ性の打球の割合も平均より高く、打球に角度をつける技術は持ち合わせるパワーヒッター。引っ張り方向には5割近くの打球を打っており、引っ張ってフライを打てるという天性の才能を持っている。ただ近年の NPB ではフライの打球の価値が低下しており、失速しやすいボールに変わったことでフライがホームランになりにくくなった。今のスポンジボール NPB の助っ人に求められるのは打球速度と言えるだろう。ただスタッドキャストの数字で見ると厳しい数字で、平均打球初速は87マイルと平均を下回る。さらに最速打球初速は110マイルを切る数字が並んでおり、打球速度は優れていない。2024年は平均打球初速92マイルと速く、打球の質は非常に高かったが、わずか10試合のデータなのでサンプルサイズとしては小さい。6
ローンチアングルは 18.6 と打球に角度をつける技術があるため、打球速度は遅くてもバレる率 7.8% とまずまずいい勝負をしている。ただ NPB は現状フライボールヒッターに厳しい環境であり、来日するにはタイミングが悪いとしか言いようがないのは本当に申し訳ない。また課題として気になるのは左右別の成績で、タイ右は WRC+86 と厳しいながらもまだマシな数字を残している。一方でタイ左は打率 188、 OPS581 とかなり厳しく、左投手相手に起用することは忌避されるべきだろう。2024年のパシフィックコーストリーグでもタイ右 OPS995 に対して左オックス802と本質的に左投手を苦手にしている。今年マイナーではサワンから144打席で3本塁打しか打てておらず、できればプラトーン運用がベストとなるだろう。球種について見ていくと、2022年は非常によく変化球を打っていたシーズンといえる。キャリアハイの成績を残したシーズンだが、スライダーやカーブといった変化球もよく打っており、変化球自体が打てないというわけではない。ただその好成績もなかなか続かず、数字は落ち込んでいくこととなった。2022年は変化球を打てたことを考えると、そこまで変化球に対して悲観的ではないと言えるだろう。ゾーンに関してはまずスイング率を見ていくと、インコースに対してかなり積極的に振っている傾向が見える。外角は我慢できているように見えるが、オスラーの対戦打席はほとんどが右投手なので、左投手の外角スライダーは我慢できないと考えるべき。得意コースはインコースで、フルヒッターらしい特徴を感じさせる。低めのボール球に手が出やすい傾向がうかがえることから、落ちるボールを振ってしまうリスクは高いだろう。特に高低を使った攻め方をされると厳しいものがあると思うので、しっかり対策を練っておくべき。さて、守備に関してはおそらく中日の事情などを考えると三塁になるのではないかと思われるので、三塁を軸に考えていく。三塁手としてはメジャーリーグで通算 356.1 イニング守っているが、 OAA-6、DRS-10 とかなり厳しい。守備範囲に関してはかなり狭いと思われ、評価が下がる部分と言えるだろう。ただ肩の強さはメジャーリーグ基準で弱いとされているものの、 NPB に来ればむしろ強いと評される可能性も高い。エラーの内訳に関しても送球エラーは少ないので、強肩が評価されて三塁に落ち着くという可能性もある。また二塁やショートの経験もあり、外野手も可能なので、起用するポジションに困るということはないだろう。ただ現実的なところは最終的に一塁手に落ち着くのではという感じがあり、石川選手とのプラトーン起用が最もベストと言えるのではないだろうか。脚力に関しては平均程度のスピードで、足が速いというわけではない。ただ走塁面ではマイナスとなっておらず、まずまず平均程度に走塁での貢献も期待できる。遅くはないので外野の可能性も見えてくるが、外野手としてはわずか14イニングで OAA-2 を稼いだシーズンもあり、不安は拭えない。三塁手としては範囲は狭いものの、まずまず堅実に守れ、エラーも多くないので悪くない選択。中日は二遊間の選手が多いので、さすがにその可能性は薄いものの、緊急時には二遊間としても使える。外野手として計算するのは望み薄といったところだろうか。さて、いつもの成績予想、あくまで500打席に出場してどれくらいの成績が期待できるかという数字をベースにしている。143試合に出場して500打席で打率219、16本塁打という予想になった。500打席に立つ以上、左投手との対戦は避けられないという前提があるため、まずもって数字を控えめにせざるを得ない。さらに近年の NPB はフライボールヒッターに厳しい環境であるという点からも、前回の予想よりも本塁打が減少するという結果になった。ラインドライブ性の打球もまずまず打てると思われるので、二塁打の数で長打をカバーする可能性もある。フォアボールは35個とまずまず選んではいるものの、出塁率は282と伸び悩む。三振も158個と少なくないので、全体に打撃の荒さは目につくことになるだろう。 BBK は 0.22 と低い数字となっているが、アプローチ面の改善や NPB にうまくフィットすれば、より多くのフォアボールをもぎ取るパターンも見えてくる。さらにバンテリンドームという野手にとって不利な環境である点もあり、ホームランはさらに減少する可能性もある。とはいえ OPS701 という数字は今年のカリステ選手以上の数字であり、石川昂弥選手とほぼ変わらない数字となる。現在の NPB で言えばこの数字でも平均以上の数字であり、それで三塁を守ってくれると考えればそう悪い選択肢でもないだろう。また左投手に対する弱さを克服するためにも、右打者の三塁手をバックアップで用意しておきたい。石川昂弥選手なり左投手との対戦をできるだけ減らすように運用でカバーできれば、もう少し数字も改善するだろう。年齢的には伸びしろは期待できないので、来シーズン活躍できるかどうかに全てがかかっている。カリステ選手との併用など
運用で選手の弱点をカバーすることも必要なタイプなので、運用面での努力を期待したい。近年の NPB はアベレージ系中距離打者タイプがトレンドとなっていることを考えると、もう一人ぐらい助っ人の獲得には動いてほしい。とにもかくにもモスラー選手は日本で見てみたい選手ではあったので、そういう意味でも来日は楽しみ。ビシエド選手対談後の中日を支える助っ人は誰になるのか、注目していきたい。今回は中日が獲得したのではないかと言われているジェイソン・オスラー選手について見てきたのだ。マイナーリーグではホームランを量産するスラッガーながら、メジャーリーグではなかなか結果が残せなかった選手なのだ。特に中日は頻打が叫ばれて助っ人への期待も大きいので、オスラー選手には結果を残してほしいのだ。数年前からずっと目をつけていた選手ではあるので、来日してくれるなら楽しみな選手。ただ NPB が飛ばないボールになったこともあって、今厳しい時期であることは間違いないのだ。オスラー選手には逆境を跳ねのけて活躍してほしいのだ。コメントで皆さんの感想を聞かせてほしいのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いするのだ。ほなまた。